皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日の動画でですね、出てきたマクロファージという言葉があるんですけども、マクロファージというのは、ね、簡単に言うとですね、免疫です。でその免疫がね、機能しない、機能が低下しているということを免疫不全と言います。今日はね、その免疫不全についてのお話とですね、それを克服しましょうという方法をね、僕の体験を交えてお話しさせていただきます。僕の場合はですね、骨髄移植でのね、入院中にね、免疫抑制剤を投与しましたので、まあ、すごく簡単に言いますとですね、人工的に免疫不全にしていたんですよ。でもこれには理由がありましてですね、その骨髄移植をするような体というのはですね、その名の通り骨髄を移植せなあかん体なわけなんですよ。でそれは僕の骨髄が悪い病気の細胞しか作らなくなってしまっているからなんですよ。なので自分の体から作られたその悪い免疫細胞を限界まで低下させなあかんかったわけなんです。でこれによってドナーさんからもらった健康的な、骨髄細胞から作られていく各細胞によってですね、体の至るところで様々な症状がね、発症してしまうんです。そして今もなお僕の口の中で続いている粘膜障害によるね、その口の中のただれとか虫歯っていうのは、この免疫不全と同じようなもんなんですよ。まあ僕の病気はね、特殊な病気なので、まあ、治療方法もね、特殊なんですけども、まあ、普通の人でもね、免疫不全になるとですね、まあ、体の至るところでね、様々な症状が発症してしまいます。まあ、最近のニュースでやってたんですけどね、その安倍首相がね、潰瘍性大腸炎になったとね、報じられてましたけどもね、その潰瘍性大腸炎というのはね、炎症性腸疾患のね、一つでして、大腸に潰瘍ができるという難病指定の特定疾患で、免疫の不全によるものと言われています。その厚生労働省のね、定めるね、特定難治性疾患、まあ、いわゆるですね、難病の中でもですね、最も多い発症率の病気なんですよ。日本ではね、今急増しているんです。まあ、20代とね、若いうちに発症する人も多くてですね、まあ、生涯にわたって悪くなったり良くなったり悪くなったり良くなったりをね、繰り返す病気でもあります。このことからするとですね、まあ、安倍首相っていうのはね、今もそれにね、ちょっと免疫不全なわけなんですよね。まあね、さっきね、ニュースでもまたやってたんですけどもね、その安倍首相がね、今さっき公務に復帰されたようなんですよ。もう回復してるようなんですけどもね、まあね、でもちょっとね、心配ですよね。ほんでね、この潰瘍性大腸炎はね、最初の最初はですよ、ほんまに初期の段階ではですね、G とね、間違えられやすくてですね、この G を何回も何回も経験している人に、まあ、多いようなんです。まあ、だからそのね、症状としては血便、腹痛、下痢なのでね、これらがひどければその潰瘍性大腸炎とね、疑われるようです。その潰瘍性大腸炎とね、診断されるのはですね、内視鏡検査によってね、確定できるとね、されています。ほんでね、この病気に関してはね、その明確な原因とかね、今のところ分かってないようなんです。しかしですね、その世界中の多くの研究からですね、この自分自身を攻撃しまう自己免疫疾患でもあり、発症には免疫機能のね、不調、過剰な免疫反応が関係しているということはね、証明されてるんです。その食生活の欧米化とかね、まあ、綺麗になりすぎているこの環境とかあるじゃないですか。綺麗なトイレとかあるでしょ。あとほんで遺伝とかね、まず人種などの、遺伝的要因などがね、複合的に影響して発症すると考えられています。あとは、まあ、肉体的精神的ストレスによってね、悪化することもね、知られています。まあね、そうでしょうね。その安倍さんやったら日本の総理大臣なんで、そら肉体的なストレスもあれば精神的なストレスもね、ありますよね。だってあの人だって朝早い時間から会議とかして、会議とかそのね、何ですか、会議ですよね。みんなで集まって話し合いして、で夜の遅い時間までやってするじゃないですか。でその後に記者会見みたいな感じでするでしょ。寝てる時間ないんちゃうかなと思うぐらいのね、あの人の忙しさやと思うんでね、まあそれなりにストレスも抱えていると思います。ほんでね、この病気っていうのはもう自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患なので、その治療法としてはステロイドとか免疫調整薬とかね、白血球除去療法をね、使われます。ステロイドはね、飲み薬や点滴によってね、投与しますので、まあ、強力にね、免疫をね、抑制します。でステロイドはね、強い炎症を抑える効果はありますけども、まあ、その後ですね、使い続けてもね、この再燃再発をね、予防する効果はね、あまりないとね、潰瘍性大腸炎に関してはね、分かってきてるみたいです。でまたね、それを使い続ける
ることによってね、骨粗鬆症や糖尿病、まさに僕と同じですよね。それなどがね、長期に使用しているとですね、発症する副作用もあることからですね、使用はできるだけ短期間にしていって、で、まあ、他の薬をね代用してね、その病気のコントロールをね、この測ることがね重要だとね考えられています。ほんで免疫調整薬というのはですね、まあ、いわゆる免疫抑制剤のことですよ。まあ、過剰なね免疫を抑えるので、調整薬としてね今は言われているようになりました。まあ、作用副作用に関してはね、ステロイドと同じような働きがあると思っておいてください。僕はね病院でね、ステロイドと免疫抑制剤の違いは何なんですかって聞いたらね、まあ、実際にねそう答えられましたのでね、まあそうやと思っておいてください。あとまあ僕が一番びっくりしたのがですね、白血球除去療法なんですわ。文字だけ読んだらですね、白血球を除去するんですよ。驚きですよね。でも説明文をねよくよく読んでたらですね、透析のようなもんなんですよ。人工透析とかってあるでしょ、あれとよう似たもんらしいんですよ。でその治療をね行ってるその写真を見たんですけども、右手から血液を抜いて機械を通して左手から体に戻すというやり方でして、見た目はほんまにね透析と同じような感じでしたね。でこのやり方でね、こう一度効果があった患者さんにはその後もねその効果がね得られるということがね分かっているようでね、まあ、再発してしまうとですね、この療法のリピーターさんになることがねほとんどらしいんですよ。まあ、このやり方はね、こう自分自身の血液を取って戻すので副作用が少ないということもねメリットとして考えられてますので、患者さんもね自身も安心してできますよね。あとですね、このステロイドや免疫抑制剤など、免疫調整薬など、まあ、先ほど今説明したね、その白血球除去療法といったその内科的治療で、病気の勢いでコントロールできない場合にはですね、手術で大腸を切除したりする場合もあります。まあ、炎症に伴うね、癌が見つかった場合にもですね、手術が必要となりますしね。という感じのね、潰瘍性大腸炎にもね、なる可能性のある免疫不全というのはね、本当に怖いことなんですよね。ということでね、そんな免疫不全にならないためと、潰瘍性大腸炎のようなね、この腸の病気にならないための体作りをね、していかなければね、なりません。じゃあどうやってそういう体を作っていくのかと言いますとですね、それはね、食事なんですよね。まあこれまでね、僕の動画を見てくれてる人ならね、もう何を食べればいいのかわかりますよね。そうなんですよ。野菜なんです。その中でもね、今日はね、根菜をね、押していきます。根菜ね。で、根菜っていうのはじっくりとね、その火を入れることでね、その素材のね、持つ美味しさがね、出てきます。その中でもですね、人参というのはですね、ビタミン A の宝庫と言われてましてですね、体内のね、粘膜をね、正常に働かせる力があります。あとは、レンコン、ジャガイモに含まれているビタミン C っていうのはね、白血球の働きを強くして、免疫力を高めてくれます。そんなビタミンにはね、活性酸素をね、抑制する抗酸化作用がありましてですね、まあ、基礎的なね抵抗力の強化にもねつながります。まあ、その他ですね、ごぼうと、あと先ほど言いましたレンコンね、まあ、そのねごぼうとかレンコンに含まれている食物繊維にはですね、感染症などに対するその抵抗力をつける成分が含まれます。またニンニク、玉ねぎ、長ネギに多く含まれている硫化アリルっていうね物質はですね、まあ、一部が体内でねアリシンという成分に、ね、変化してくれて免疫力をね高める効果があります。以前にもね、そのニンニクとか玉ねぎっていうのはすごい免疫力がアップするからいいよってねお伝えしましたよね。あれで、あの動画の後にねコメント欄でね、玉ねぎ料理をめちゃくちゃいっぱい作ったら旦那になんでこんなに最近玉ねぎばっかりなんて言われましたっていうコメントをねいただいたこともねあります。だからそれぐらいね、ニンニクとか玉ねぎってねすごいいいんですよ。あとね、アリシンっていうのはですね、ビタミン B1 とビタミン B2 のね吸収力をねアップさせてくれる効果もあってですね、ビタミン B1 っていうのは体内の糖質のね分解をね促進させてくれて、ビタミン B2 は代謝を促進して細胞の活性化をね促進させてくれます。あとね、これは根菜じゃないんですけどね、春菊もいいですよね。春菊っていうのはですね、その免疫力をアップさせてくれるカロテンのね共有量っていうのがほうれん草以上でね、しかもね茹でるとねその効果がね高まります。だからね、お鍋に春菊って入れるんですよね。あれはねすごいいいんですよ。効果があるんですよ。さらにはですね、これも根菜じゃないんですけどね、かぼちゃもね良しとされてます。三大抗酸化ビタミンと呼ばれているね、ビタミン E、ベータカロテン、ビタミン C がね豊富に含まれてましてですね、ベータカロテンはね粘膜系のね正常化やね免疫力のね向上、目の疲労をね癒す働きがあります。これらはね脂溶性ビタミンなのでね、油で炒める料理
をねしてもらったら、その油分と一緒にね摂取するとですね、栄養素をしっかりね吸収できます。まあ今の時期やったらね、その揚げ浸しっていうんですか、あれとかいいですよね。その油でねさっと素揚げしてね、麺つゆにシャッとこう浸してね食べたらね美味しいんですよ。まあ今は僕は食べれませんけどね。そのね、口の中の粘膜障害が治ったらね、その美味しいものをどんどん食べてね、気分よくね免疫力をねアップさせていきたいです。そんな感じでですね、今日はね免疫不全のお話とそれを克服しましょうというお話をね、僕の体験を交えてねお話しさせていただきました。よかったら皆さんね参考にしてみてください。ほんまにね体のことはね大事なんでね。今まだ世間を脅かしている新型ウイルスもね、免疫不全の状態だったらねかかりやすくなってしまいますので、いろんなやり方でね健康を守っていきましょう。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。